ガラパゴスコバネウは、長高カツオドリーモクウカウ族に分類される鳥類。エクアドルガラパゴス諸島全長90から99センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。全身は黒褐色。風切り派は短い。オスの方が大きなくちばしを持つという程度である。交際は、六小色。くちばしや足は黒い。喉に白い反紋がある。 胸骨の竜骨突起は発達しない。この種の実を含む一族一種のナナプターム族に含められたり、他の数種とともに、ルカカーボー族やコンプソハールズ族に含められる場合も、ある。岩礁の上で翼を広げて、日光浴していることが多い。飛翔することはできない。ウナギ類などの魚類、糖足類などを食べる。胸子を動かして潜水し、海底にいる獲物を捕らえる。 繁殖様式は卵生。小規模な集団繁殖地を形成する。2から4個の卵を産む。ヒナの羽毛が生え揃うのは約2ヶ月後である。多くの巣では、羽毛が生え揃うまで生き残るヒナは1羽のみである。性的成熟には2年ほどかかる。低重性が強く、生まれ育った場所から半径1キロメートル以内で、生涯を終えるものが多い。生息地である二頭。 イサベラ島とフェルナンディナ島の間の往来もほとんど観察されない。繁殖個体数が800倍かだが、ほぼ安定している。生息数は安定しているとみなされているが、分布は限定的で、状況によっては評価が変更される可能性があるともみなされている。人為的か乱や油による海洋船、違法な漁業活動。 猫などからの感染症や寄生虫の伝搬などによる影響が懸念されている。自然的な要因としては、エルニーニョ現象や巣の浸水、火山活動などによる影響も懸念されている。例として1983年のエルニーニョ現象による影響で、生息数が約400羽まで減少した。生息地は、国立公園や保護区に含まれ、ガラパゴス諸島は、 世界遺産に登録されている。2007年に確認された個体数は1602羽で生息数は1937羽と推定されている。2010年における生息数は2080羽と推定されている。本来地上性の捕食者がいなかった環境で飛翔能力を捨てた種であり、地上での移動能力も高いとは言えないため、後に人為的に持ち込まれた 微入手による影響は大きい。2004年の調査では、倉庫体数はおよそ1500杯ほどであった。2006年現在、ガラパゴス諸島全体は、ユネスコの定める世界遺産に登録されており、1964年に野生生物の保護、調査を目的に設立されたチャールズ・ダーウィン研究所の管理のもと、本種も厳重な保護を受けている。ありがとうございます。